大工遠藤を語る、遠藤は、本当に頼りになる。リバプール主将のフィルジル・ファンダイクは、遠藤航に30億振った。サッカーにシュプットガルトからリバプールに加入した遠藤。当初は適応に苦しみ、なかなかプレイ時間を伸ばせなかった同選手だが、徐々にユルゲン・クロップ監督の信頼を勝ち取って出場機会を増やし、直近の公式戦8試合連続で先発出場を果たすなど、ここまで公式戦24試合で2ゴール1アシストを記録してプレミアリーグ首位を走るチームの中で活躍。1日の4対2で勝利したニューカッスル戦でも先発からピッチに立ち、トランジションの場面で大きな役割を担っていた遠藤について、リバプール主将のファンダイクはこの試合の後に同選手を称えるコメントを残した。その様子をイギリスリバプールエコーが伝えている。僕たちは彼に最高峰のレベルでプレイできる能力があるとわかっているし、彼はこの数週間でそのことを示してきた。彼が自信とともに次の段階に進んだと思う。彼も人間だから自信は助けになるはずだ。彼はとても頼りになる6番で、現代のフットボール界で全てのトップチームにはとても重要な6番がいて、ピッチ上で最も過小評価されている役割の一つだと思う。プロテクトするために、そして前線へのリンクとなるために、そのポジションでプレイできる選手がいないといけない。彼はよくやっているし、特にこの数週間で彼は向上した。僕たちは彼がいないことを寂しく思うだろう。彼がいつ戻ってくるか様子を見よう。でも、僕たちにはこの状況を変えることはできない。キャプテンの言葉は身に染みるね。遠藤にとって最高の褒め言葉だろうし嬉しいだろうね。実際、試合中に大工が結構遠藤に指示出してるし、いいプレイした時褒めてる感じあるもんね。まああれだけ攻撃的なチームと戦術だから遠藤みたいなタイプが欲しいだろうね。実際他も生きるし。ソボスライやマクアリスタにはできない仕事をできてる感じがめっちゃいいね。チアゴにもできないことをしてるからレギュラーいけそう。遠藤がいることでアーノルドが生きるって相乗効果もかなりでかい。トレントを上げることは最大の強み。早くロバートソンも戻ってきてほしい。世界最高のディフェンスに認められてるのはすごいな遠藤。さすが日本のキャプテンや吉田麻也や南野よりも信頼勝ち得てそう。大工兄さんの信頼ほど嬉しいものはない。これは日本人として誇りだわ。大工から攻撃のリンクを任された男。インスタも毎回コメントしてくれてるしな。遠藤の自信は見てる方にもどんどん伝わってくる。遠藤さん、世界最高のキャプテンに認められてますよ。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。